ストライカー、ゴール、大分トリニータ、サポーター、小林誠司、サレーン、家族、大事なもの、子供は、生きがい、必須のストライカーって感じ。そうっすね、そこにしかもはやもう楽しさあんま感じれないっすね、はい、ストライカーに必要なことって一番はやっぱゴール取りたい欲みたいなが僕は一番大事なのかなと思ってます。はなんかそこまでめちゃめちゃスピードあるわけでもないし、めちゃめちゃ身体能力高いわけでもないんで、なんか僕の中では結構そぎ落としてそぎ落として今があるって感じなんで、それを自分で見極めるのが早かったなって感じはすごい感じてます、はい、まあでも僕に関してはもう自分のできることはもう限られてると思ってるんで、これもう入んないなと思えば別に任せますし、自分で行けるなら行きますし、そこは、より研ぎ澄まされてる感じは自分ではあります、はい、まあ、結構嗅覚とかも結果論だと思うんで、入れば何でもそう言われますし、僕はどちらかというとそこにいる回数の方が大事だと思うんで、まあ、そこは自分次第かなっていうふうに僕は思ってます、はい、プロ初ゴールって覚えてます？中澤選手のお祝いしてます。俊君にもお祝いしてもらいました、はい、覚えてます、はい、覚えてます覚えてます、もちろん、はい、それはどんな感じで決める前からずっと初ゴール取ったら寿司連れてってやるよって言われてたんで、でその時プロ1年目 でお金もそんなないですし、大学生から来たプロに入ったばっかりだったんで、うまい寿司も食ったことなかったんで、いやまあ絶対連れてってくださいっていう風に言ってたのもめっちゃ覚えてます、はい、ハードの選手で仲良くないって多分珍しいと思う、はい、いや僕もフォワードの選手とあんま仲良くできないんですけど、俊君ぐらいですね、はい、珍しいです。なんで？なんなんすかね、でもまあ俊君、まあ、シンプル優しいんで、僕が1年目の時、まあ、本当になかなか試合にも出れなかったし、ゴール決めるのもめちゃめちゃ時間かかってたんで、なんかその中で結構いろんなこと教えてくれたんで、なんかもう気づいたら、はい、子分みたいになってましたね、はい、あいつそんなゴールで生きてる選手じゃないんで、並んでるのあんま気に食わないんですけど、本当にあのいい選手なんで、まあ、普通の結果かなとは思います、はい、いやもうドームの雰囲気っていうのは僕はまあ結構好き で、あの後ろにいるサポーターっていうのもすごい、なんていうんですか、脳に浮かぶんですぐ、いやまあ本当に記憶に残るくらいまではゴール取り続けたいなっていうふうにはすごい最近、子供が喋れるようになるにつれて余計思ってるんで、なんかかっこよかったなって思ってるぐらいの記憶には残りたいっていうふうには思ってます、はい、いやもうたくさん取りたいですし、まあ一番はでもチームが勝つゴールっていうのが僕は取りたいんで、それにこだわってやりたいなと思います。